お世話になっております、マサルです。今回は OSI 参照モデルについて一緒に勉強していきましょう。ネットワークの勉強を始めると必ず出てくるのがこの OSI 参照モデルです。 OSI 参照モデルは言葉の通り参照するモデルです。コンピューターで通信するときにはこのモデルを参照してくださいねというガイドラインのようなものをイメージしてもらうといいかもしれません。 OSI 参照モデルに当てはめて L2 がどうした、 L3 がどうしたみたいにエンジニア同士会話をすることが多いので、OSI 参照モデルのイメージをつかんでおくことはとても大切です。なので今回の動画でしっかり OSI 参照モデルイメージできるようにしておきましょう。それでは始めていきます。まずは OSI 参照モデルの概要をざっくりつかんでいきましょう。 OSI 参照モデルは7階層に分かれています。下から物理層、データリンク層、ネットワーク層、トランスポート層、セッション層、プレゼンテーション層、アプリケーション層、この7階層です。この7階層の名前すべて覚えてください。なぜなら CCNA ではこの7階層の名前すべて覚えていないと回答できないことがあります。とは言っても最初からすべて覚えるのって大変ですよね。覚えるのが大変な人は全く語呂合わせにはなっていないんですが、7階層を上からアプセトネデブと覚える人が多いので、もしよければこのアプセトネデブという呪文を覚えてください。アプセトネデブ、アプセトネデブ、アプセトネデブ、声に出して3回も言えば覚えられます。恥ずかしがらずにぜひ一度声に出してみて覚えてみてください。今回一緒に勉強するこの OSI 参照モデルは7階層あるんですが、それぞれが独立しているわけではありません。この7階層が全て揃って通信を実現していると思ってください。カレーで例えるなら水と野菜と肉とルー、全てが合わさってカレーという料理を実現していますよね。この OSI 参照モデルも各層が協力し合って一つの通信を実現しています。それではここから各層の役割、簡単に説明していきたいと思います。まずは物理層から見ていきましょう。コンピューターは情報を0か1かで理解しているんですが、この取り扱う0か1の情報を電気信号に変えたり、光の点滅に変えたり、逆に電気信号や光の点滅を0か1に変換してくれるのが物理層の役割です。あとは情報を伝えるために利用するケーブルの形状もこの物理層で規定されていたりします。次、データリンク層を見ていきます。データリンク層は直接つながっている機器間でのデータ通信を規定しています。先ほど物理層で作り出した0と1の情報を直接つながっている機器間に送り出したり受け取ったりするのがデータリンク層の役割です。次はネットワーク層。ネットワーク層は宛先までの経路を規定します。データを宛先まで届けるためにはいくつかのネットワーク機器を経由させて宛先まで届けることになります。どの経路で送るのが最適なのか、その経路を決めてくれるのがネットワーク層の役割です。次はトランスポート層。トランスポート層は宛先まで確実に届ける方法を規定しています。先ほどのネットワーク層は経路を決めてくれるのが役割でしたが、その経路を使って確実に相手に届けることができるかどうかはネットワーク層では保証することができません。このトランスポート層を使って宛先まで確実に届ける方法を規定しています。次はセッション層。セッション層はデータを送るための管理情報を規定しています。データは一度に全てを送ることはできません。一定のサイズに分けられて送られていきます。この時にデータを分割する切れ目を管理してくれるのがセッション層です。さらにデータを分けて送るということは何度かに分けて相手との通信のやり取りが必要になります。相手とのつながりを作ったり、つながりを切ったり、このようにデータ転送に関わる情報を管理してくれているのがセッション層の役割です。次はプレゼンテーション層。
プレゼンテーション層は機器の表現形式を規定します。物理層のところでコンピュータは0か1で情報を扱いますよとお話ししましたが、同じ0と1の情報でも機器が違えば違う意味になる場合もあります。そのような場合にうまく表現方法を調整してくれるのがこのプレゼンテーション層の役割です。そして最後がアプリケーション層。アプリケーション層は利用するアプリケーションを規定しています。メールをするためのアプリケーション、ファイルを送るためのアプリケーション、動画を見るためのアプリケーション、それらの情報はこの階層で規定されています。まずはざっくり OSI 参照モデルの各階層の役割についてお話ししました。かなり駆け足な説明だったので、 OSI 参照モデル最後にもう一度まとめておきましょう。今回は OSI 参照モデルについて一緒に学習しました。すべての階層がどんな役割をしているのか、皆さんなんとなくでいいので理解できたでしょうか。大切なポイントだけ復習しておきましょう。 OSI 参照モデルというのは7階層あります。すべての階層をぜひ覚えてください。覚え方はアプセトネデブがおすすめです。各階層がそれぞれ活用されて一つの通信が実現されています。それでは今回は OSI 参照モデルについて一緒に勉強しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の OSI 参照モデル必ず7階層覚えるようにしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。